令和最大のベストセラー、ついに映画化。うまっ。どうして森宮さん再婚しないの？それは優子ちゃんをさ、嫁に出すまでは父親としての使命を全うしなきゃさ。ねえみーたん、私みたいなママがいたら嬉しい？うん。なんかいいな、そういうの。お互いを尊重できて、実の親子よりよほどいいよ。俺のこと好きなの？ごめんねみーたん、私は最低の母親でした。実はさ。え？擦り切れる日にも走り抜けば。だいたいなんで気づいてあげられなかったの？必死で隠し通したんですよ。実は僕にも荷物が届いてね。二つの家族に隠された秘密が全て明かされた時、衝撃と感動が訪れる。そしてバトンは渡された。実はあなたに伝えておかなければいけないことがあります。擦り切れる日も